はい、皆さんこんばんは。無双スターズやっていきたいと思います。サイテーマです。今回ね、最終パートとなります。よみがえりし闇、英雄たちはついによみの倒し方を突き止めた。世界を救うため、そして元の世界に戻るため、全てをかけてよみに挑むと、いうことなんですけれども、神器と泉の力を皆に分け与えた。これでよみとも戦うことができるだろう。そうそう、あの石碑に、書いてありましたね。神器の準備もできている。弱らせたところで英雄さんの力を借りればきっと奴を浄化できるはずだ。英雄様にはご迷惑ばかりおかけしてきましたが、ここまでやかたどりつけたのは皆様のおかげです。最後まで一緒に戦ってくれ。もう分かってると思うが、俺たちには英雄さんの力が必要なんだ。最高、読みを浄化し、この世界をの戦いを終わらせるために、ということなんですが、今回でね、ラストということで、もう最後はね、この呂布、この人に締めくくってもらおうかなと思います。でセコンドがね、このキャラクターたちでいきます。もう3人ですね。もう3人でいきます。もう最後なんでね、あの石碑の集めてた、わマップ広いな、ここも行きます。とりあえず行きます。でまた始まったら、石碑等で何があったのかっていうのを話しながらやっていこうかなと思います。お、読み、あなたたちの絶望する顔を早く見せて。はい、やつを止めます。とてもいい気分。さあ絶望を味わわせてあげる。もうおかしくなってますね、相変わらず。万全の体制で一人の元へ向かわなければ。そうですね、幻影を倒して回りつつブレイクを高めて、行きたいと思います。西の道は幻影が散っているようだな。それぞれ倒さねば進めぬか。はは、東の道には幻影が固まってる。集中攻撃を受けるかもしれない。西東ともに幻影が固まっていると。中央の幻影は繊維が高いと。なんで中央は最後ですね。頼む。結構もう積極的に使っていきます、メンバー。石碑のあれで弱点集めてたのはですね、全てのキーバトルをクリアして、全ての仲間を集めないとベストエンドが出せないので、今回ですね、サヤモンも洗脳から蘇らせましたし、で英雄たちも全員回収したんだよね。あと遺跡か、遺跡みたいなのがあったんですけど、そこも回っておきました。石碑集めは同じような感じの戦いが続いたんで、動画外でやっておきました。でベストエンドをね、これでクリアすれば出るということです。混乱に陥れてしまった。そしてサヤ来てる。子供たちやみんなに多くの迷惑を。だから必ず黄泉を倒さなくては。そうですね、この命に変えても。死ぬ気ですかサヤ。これ敗北条件とかないかな。敗北条件、玉木刹那四季がやられれば敗北だと。おお、結構厳しいじゃないですか。だいぶ厳しいじゃないですか、条件。とりあえずこのソフィー倒してブレイク高めます。おのおのが繊維を高めていってますね。まあ呂布なんでね、
多少ブレイクに差があっても押し切れるかなと思ってるんですけど、ただ結局呂布だったな一番強いの、僕的にはですけどね。呂布がやっぱり一番強かったな。ちょっと悲しいっちゃ悲しいですけどね、呂布が一番強いっていう結論に至るのは。まあでも全体的に強かったですよ。全部のキャラクター使いましたけど、全体的にキャラクター全部強かったですね。とりあえず西行った後に東行って、で最後にブレイク上がってきたら中央行きたいなと思っております。ここは6か、結構ブレイク高いですね。相変わらず狂ってるなあいつ。この呂布の無双めちゃくちゃ強烈ですよ。当たった雑魚的な方法を即死しますね。でこの無双スターズなんですけど、結構ねその本編というか以外にもいろんな戦いがありますよ。あのマップ上にエンディングも20種類ぐらいあるのかな、玉木編、刹那編とか合わせると。なんで結構やり込み要素的には強いかなっていうふうに思ってますね。 OK ですね。まあ、僕はベストエンドだけ皆さんにお見せするっていう形になるんですけども、エンディングの種類っていうのは他にもいっぱいあるんで、もしよければ、プレイしてみてもいいんじゃないかなと思っております。OK、次いきます。相手にならん。残るは黄泉だけです。黄泉だけですね。黄泉の元へ行きます。もうこいつらも残ってるのか。一応私がみんな滅ぼしてあげる。あともう黄泉だけです。この戦い黄泉を倒せばこの世界は救われ。黄泉が最強。ほとんど消してますねこれで。張り切るのはいいが肝心なところで失敗するなよ刹那。ウィリアムもまた無双使ってるんでしょ。嬉しいです。玉木も一生懸命頑張ります。世界を滅ぼすなど許しはしません。私も全力で黄泉を止めます。 OK 全員で行こう。真の三国無双だ。ほらこの技なんか打ってんだよな。なんかすごい動き遅くなるんですけど。よしじゃあ向かいますか。とりあえず回復だけ挟んどこう。黄泉の元へ行くまでにまだ敵が結構出てきそうではあるんですけど、まあ全無視で突っ込むか。もうこうなったら、ここまで来たら。あとこの無双スターズに限り、あの無双キャラクターって今までのキャラクターで足の速さが違ったりするんですけど、あの大体みんな速いんですよ無双スターズに限り。多分巨長とか足の遅い猛角とかが出てたとしてもこれ足速いと思います。さあ来ましたね最後。さあ勝負といこう。黄泉いきなり無双ぶちかまします。どれほど削れるか。当たってない、効いてないか黄泉。一応当たってはいるのか。こちらも硬いな。でも効いてないよな攻撃が全然。さすがは魔物だな。お前の中には憎悪と破壊衝動しかないのかよ。こいつら。あと何がやばいってメンバーの援護が全く受けれないのがやばいです。ここそう、まあ、突っ込んできて敵が多いのはあるんですけど、あ一応使えるようになりましたね。連機で一気にまとめて片付けます。
これでどれだけ減らせるかですね。この連機中に結構大半倒せなかったら連機が切れた後がやばいことになります。だからできるだけ削りたい。特にボスをいっぱい倒したい。読みは効いてる？技さっき無双効かなかったような気がするんですけどね。待て、サヤがやばい。時間がない。とりあえず両方は倒しました。あと読みか。クラフターも自動回復してるんですね。今回復される前にしてみます。で回復挟んで、ヨミがどこにいる？味方あれか、もうほとんど体力残ってないのか。これ回復しよう。ダメだ、ヨミ全然効いてないわ攻撃。嘘を使いましょう。ちょっと体力がないので一旦ちょっと体力回復に戻るか。ちょっと体力回復に戻ります。はい、体力回復してきました。でこの読みなんですけど、あの幻影をね、蘇らしては回復して、蘇らしては回復してを繰り返してるんですよ。倒す、このまま倒す、全員でやります。終われ、オッケー。やったか。させないわ。お母様。いいから続けなさい。愛する者を滅ぼすところだったのね。止めてくれてありがとう。この世界に最後の祝福を与えるの。はい、クリアタイム28分って。あれはどういうことかというと、あの読み自身も操られていたということなんでしょうね。はい、カード整理しました。OK、エンディングですね。消えた今、泉から力を奪う者はいない。これから先の王はきっと長く生きられるだろう。私たちは力を合わせてこの世界を治めていく。この穏やかな景色を
必ず守り抜くと約束しよう。あなた方ならきっとできる。支え合って素晴らしい世界にしてくれ。私、みんなのこと絶対忘れない。手を携えし3人よ、進みなさい、新世界へ。奇想天外で面白き夢幻であった。困ったことがあれば俺たちを思い出して。呼ばれたらいつでも力を貸すからさ。今までありがとう。どうかいつまでもお健やかに。はい、エンディング見ていただきました。今のがね、おそらくこのおそらくというか、まあまあ無双スターズのベストエンド、だと思います。これはまあもう OK かな、 OK ですね。今のがね、ベストエンド、お見せできたかなと思います。で、全キャラクターね使って、でエンディングもベストなものをお見せするっていうのがね、最初の目標でやっていたので、とりあえず目標は達成できたかなと。で、無双スターズの、実況なんですけれども、今回でね、最終回ということにします。で、もう今後も、無双スターズはもう動画を出すことはないですね。今回のでラストです。で、なんですけれども、無双スターズまだ他にもねクリアできるというか、エンディングが、サブエンドみたいなものがあったりとか、マルチエンドがねいっぱいあるんで、もし興味があるものがあればね、プレイしてみても、いいんじゃないかなと僕は思いますね。ということで、まあ短い間、このシリーズはね短い間だったと思うんですけれどもね、他にもまたどん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 ね、毎日のように、動画更新しておりますので、まあジャンル問わずねいろいろやってるんで、何か興味があるものがあればね、他の動画も見に来てもらえたらなと思います。まあ今後はそうですね、まあ Nintendo Switch、プレステ4で、あとパソコンのゲームとかもねやってたりするんで、またね、見に来てもらえたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。